ウルホクは、中華人民共和国新疆ウイグル自治区、カラマイ市にある四角区、カラマイ市の4行政区のうちの1区、ジュンガル盆ンの北西園部に位置し、カラマイ市中心部から90キロメートルの距離にある。この地域は、アルタイ風景区、カナス風景区に通じる地域で、北と東で、ホボクサルモンゴル自治県に接している。西は、鳥県、南は、シロケン県ダ区に接している。 そのため、新京北部への観光ルートとなっている。区内には、新京油田講師の百口泉石油生産工場、風上油田作業区があり、新京生産建設兵団第7市、第137連隊などが駐留している。総面積は2229.13平方キロ。百口泉経済発展センターもあり、定住人口は約3万人。 天然資源が多く、石油、天然ガス、オイルシェール、オイルサンド、防晶、岩塩などを産出する。天然アスファルト産地もある。地下からは天然資源、地上は観光資源というのがこの区の状況である。ウルホはモンゴル語で多い、カバーを意味する。ウルホ区は1982年に創設。1990年に人民政府が設立された。 一街道、一地を管轄、ABCDEFGH の岐阜基本上、共信教生産建設兵団を除く。ありがとうございます。